か出てない。なんか転がってる。やばくないあれ。すごい美味しそう。アメリカ横断中ということで、今はラスベガスと、グランドキャニオンの間ぐらいのところに来ちゃう感じやね。ロサンゼルスから始まり横断2日目。あそこはありがとう。巨大卵焼き、お、すごい。しかも日本から持ってきたいつもの大好きな、これ、まだ新品がある。あ、びっくりした。これしかないかと思った。終わったかと思った。暑い。巨大。ありがとう。砂わかめ、だしおにぎり。ありがたい朝ごはんを車で食べつつ、今日は今からセドナの方へ向かいよ。ひげちゃんのバケットリストということで、早速連れてきたいと思うんで、お楽しみに。この家めちゃくちゃ良かったな。うわ、昨日入った風呂綺麗に使わせて。いただきました。ふう、暑いのよねこの辺。やっぱアリゾナ入ってきて昨日40度近かったからな。広い。いやいいえ。そしてめっちゃ晴れとる。涼しいのか。湿気が全然ないから気温が高いけど涼しく感じるな。ありがとう。よし、ふう、行きますか。この場所好き。すごいな。めっちゃいいな。アリゾナを感じれる。おにぎりいただきます、はい、日本から持ってきたわかめとつゆのおかげで美味しいな。すごいな。テイクアウト食べるだけで平気で2000円ぐらいかかるからな。だいぶ節約にもなるし美味しいし飽きてくるからな。今日は、目的地セドナということで、泊まったところがドーランスプリングっていうところからセドナ、だいたいね距離にして200マイルぐらいなんで320キロぐらいかな。運転していくと1日320キロやったらめっちゃ少なく感じる。何時間ってこと？3時間半ぐらい。全然余裕。なんか5時間ぐらいでもまあまあ少なめやなぐらい思ってしまうぐらいちょっと頭がおかしくなってきて来始める。2人やぐらい。そうや。アメリカのロードトリップのお供といえばのトラックステーションラブズにちょっと寄ろうかな。に到着。映画のねカーズとか見てる人ならわかる、あの舞台になってるところね。ルート66の面影がめちゃくちゃある街ということでね、あここも訪れてるね動画があるんでぜひ見てください。
まっすぐ、ひたすらまっすぐ編集中。イエーイ、着いた。いや愛しい。ここがね、だいたいあのアメリカのトラックステーションで有名なラブス。もう俺の動画とかケイちゃんの動画で死ぬほど出てきとるけどな。ガソリン入れっぱにできるんだね。でもなアメリカはなガソリン代めっちゃ上がってて、普段安かった辺もここもねリッター160円ぐらいするんだよね。俺が初めて横断した時80円ぐらいのとこもあったのになっていう、100円ぐらいが普通やったのにな。コーヒー買いに行こう。いろんなもんがある、こういうコーヒーとか、ファストフードみたいなやつとかドリンク、このデカさ見てよめっちゃデカい。これもで大体 2.2 ドルなんで、まあ、300円ちょいぐらい。スタバとかで買うと600円、何ドルぐらいしよう、600円ぐらい。すごいんだけどこれ、いつもこれ入れるフレンチバニラ、巨大なタンクからミルクがこの中に。やばいな、おいしい。おいしいの。紹介しようけど、ラブズにはドライバーズグッズが多くて、この眠気覚ましのひまわりのタイプ、これまた長距離運転の時に買うわ。こういうコンビニ飯的なのも多い。でも高いよね、このブリトーみたいので。このラップみたいなので 6.3 ドルやから1000円ぐらいする。サンドイッチでも700円から800円ぐらいかな。お水が400円ぐらいするかも。円安が痛いよね。ビールも買えるからね。ビールが500円ぐらいする。え、なんかおる。欲しいな。ラブズのオリジナル T シャツがあるんだ。欲しくなってきた。これね、20ドルはいくら。20ドルは3000円ぐらい。3000円、似合うね。これ欲しいんやけど。すごい、ラブズタンブラー。これコーヒー入れていくの。これ多分日本人でトップランクでラブズ好きやもんな、ケイちゃん。大好き。すごい助けられた。見て、これ買ったらリフィルフリーやって、一杯無料。そうなんや。スタバ感覚やな。一杯無料ってだけ。え、うん、ファーストリフィルフリー。ほんとや。ここはね、あのシャワールームもあるんよね、長距離トラックの人らが浴びれるように。だいたい12から15ドルぐらいやから、1800から2000円ぐらいはするよね。まあでも満喫みたいのがないからな、アメリカには。ありがたいよね。めっちゃお世話になった昔、今も。めっちゃ綺麗。
ていうか空が綺麗、まさにカーズの舞台。完全に止まってしまった。なんか謎の渋滞が発生してて、事故かな、横断とかね、今いろいろトラブルがつきものでね。うわ、22分増、やばいかも、めっちゃ事故渋滞かも。お前ガー、やはりアクシデント、デカキャタピラー、すごいぜ。時間経ちすぎ、1時間近く待っております。イエーイ、動き始めた。また止まってしまった。大変ですな、めちゃくちゃ時間経っている。なかなか抜けないね。アメリカは本当周辺にね、このフリーウェイとかの周りにもうタイヤのもうまんまタイヤ置いてたりとか、バーストしたゴムみたいなのあったりとか、もうボンネットとかなんかもういろんなものが吹き飛んでるんで、ちょっとね運転するときは注意しないといけないけど、また運転のコツみたいのは別の動画でちょっと上げたいなと。運転に特化した紹介をね。アメリカで運転するって結構わー怖くないって言われるけど、全然そんなことなくて、めちゃくちゃ日本より簡単やったりするんでね。車があった方がやっぱ自由度が本当上がるんで、いいよ。やっぱりアメリカは車で旅してなんぼって感じやな。え、なんか大破してない？パトカー早速っていうか、ようやく、え、なんかすごい状態になってるかも、事故。え、なに、眩しくて、あ日差しがやばい。すごいかも。え、右に転がってない？なんか転がってる？やばくない？あれ、あ、積み荷が落ちたってこと？そうなん、びっくりした。やばい、でもすごいことになってるけど、なにこれ、でも焦げとる。え、なにこれ、なにこれ、ちょっとやばくない？これなに、なんか出てない、生まれてないエイリアンみたいなのが、なんかフルーツ、焦げてない？焦げた。オーマイガー。今回はまあラスベガス通るだけなんやけど、まあ、ここもうずっとラスベガスって和食が大人気、まあ、アメリカ中そうやけどね、やっぱりね日本のラーメンが大人気。やっぱりアメリカのラーメンといえばね、もういろんなところで紹介しようと思うよね。ニューヨークの一蘭とかも円安と物価高も含めてやばかったやん。一杯4000円とかそれぐらいしたんやけど、ラスベガスにも、やっぱ人気のラーメン店っていうのが多いよね。でまだねラスベガスでラーメン食べたことなかったのと、あとラスベガスにしか進出してないラーメン屋さんとかもあるんで、ちょっとそこをね調査しに行きたいなと思うので、早速行ってみようかなと。めちゃくちゃ楽しみだ。あー、やっぱり日本でねラーメン大好きなんやけど、何回も言うけど、ちょっとね多少はやっぱりこう食事制限して鍛えてたりする部分もあるんで、ラーメンは本当にねごちそうなわけよ。そのごちそうを結構アメリカで食べたりするんで、めっちゃ楽しみだよね。しかも今回はねチェーン店ではあるけど北海道のラーメンのチェーン店ということで、めちゃくちゃ楽しみ。つうか今ねラスベガスめっちゃ暑い、気温で言うとね37度やって、やばい、暑すぎる本当に。やったやったやった、食べれんの嬉しい。ちなみにね妻のケイちゃんと、横断中やけども、ケイちゃんは別のところでまた撮影中ということで、こうやってところどころ離れ離れになって撮影をしているという感じやね。よし、行きますか。マジで熱っ、やばい、熱すぎる。いやー楽しみだ。お、
看板が見えとりますな。じゃじゃーん。ここがラーメンソラさんと。ラーメンソラってみんな知っちゃうかな。実はこれ北海道発祥のラーメンのチェーン店ということで、ラスベガスにいち早く進出して地元の人にも観光客にも大人気のラーメン屋ということで、今ね時間がちょうど夕方、3時4時ぐらいなんで人全然おらんけど、もう昔からもう夜とかランチタイムとかも大人気でめっちゃ行列するんやけど、今はラッキーですぐ入れるんで早速行ってみよう。到着しました、ラーメンソラさん。うわー、ラーメンのメニューがいろいろあるよ。ほらじゃじゃーん、おいしそう。And we have a regular large size super size. Super what? Super size is a two noodle. Ah, okay, okay. Ah, just normal. That regular. And one gyoza. One regular gyoza. And one mini chashu bowl. One mini chashu bowl. Yep, that's it. Thank you. 注文しましたけども、まずメニュー見てほしい。見て、ベーシックラーメン、コーンバター、チャーシューラーメン、スパイシーラーメン、スパイシーうまみ、キラースパイシーうまみで、ネギラーメンとか海苔ラーメン、マユラーメン。歓楽街のね、あのすすきのの近くにラーメンソラさんの本店があるということで、創業自体はね2008年ということで、札幌ラーメンの重鎮のすみれっていうお店で修行された方が、ここを開いたということで、例えばニューヨークで行った一蘭とかってもう世界中めちゃくちゃ出てるし、一風堂とかもねもう確固たるねこう地位を築いてから海外に進出 してきてるけど、ラーメンソラさんってね全国展開してるわけではないんやけど、いち早く進出してるよね。多分ね2012年に開店してるな。すごい。だからもうラスベガスに出店して10年以上経ってるっていう感じ。すごいよね。でね、俺よく考えたら5年前ぐらいにも1回来た気がするな。その時やっぱめっちゃ混雑したもんね。めっちゃ並んでたわ。ベーシックラーメン 10.5 ドルとか12ドルとか、普通のスタンダードのラーメンでも、まあ、1500円ぐらいするけど、まあ、でもまだ許容範囲内というかっていう感じよね。俺人気なのが餃子ね 4.75、 あとミニチャーシューボールとかミニカレーボール、チャーハンとかもあるのよ。枝豆頼んだ。まず1個目、じゃじゃーん、ミニチャーシュー丼。美味しそう。さあ来ました、2つ目がこれ、じゃじゃーん、餃子。これが 4.75 ドルなんで、700円ぐらい。うん、めちゃくちゃうまいやん。 Thank you. Thank you.メインのラーメン、どどーん、チャーシュー、餃子、餃子のレビューがそっちになっちまった。あのさ、めちゃくちゃ美味しい。もうなんか味がすごい濃厚で、しっかりあんの味が強くて、皮も薄くてこんがりとしたね、あの焼き加減で、もう全てがめっちゃ美味しい。味噌コーンバター、うわ、コーンが、うわ美味しそう、やばい、美味しそう、すごい美味しそう、うわー溶けてくー、うわー。在住の方が選ぶラーメンランキングみたいのでもこのソラさんね常に上位にいて、1位だったりね、本当にトップ3に入るぐらいかなり昔から有名なお店らしいんでね。スープまずいただきます。うわー、安心の味。しかも麺はちょっと太麺っぽい感じ。いただきます。うん、味噌ラーメンや、美味しい。そしてチャーシュー丼、なんかタレもしっかりついて、うん、なんこれチャーシューめっちゃ美味しいんやけど、なんか蒲焼きのタレっていうか照り焼きっぽい甘いタレの味が濃厚で、めちゃくちゃ美味しいな。あ、これ
最高だ。やっぱりコーンバターうまいね。たまらんぜ。チャーシュー、うん、チャーシューが美味しいね、やっぱね。待って、餃子が中間からちった。めっちゃ美味しかったよね。うん、うん、タンもしっかり、うん、美味しい。うん、まだ横断始まって1日目やけど、もう日本食が恋しい。日本大好き。ちゃんと味玉も入ってる。うん、食べてばっかの動画多いやんってみんなコメントたまにくれるんやけど、食べるの好きやから我慢してくれ。この横断旅で鍛えたのが全部落ちそう。みんなどこが楽しみかな。おすすめな場所とかあればぜひね教えてほしいなと思うんやけど、ラストこれだけ。うーん、餃子もいやー美味しい。味噌を食べてね、幸せを感じた瞬間に、あー俺は日本人やなと。日本大好きなんで、あー日本人でよかったなと思う瞬間やな。あーうまい。うん、ごちそうさまでした。大変、常に撮影してるということで合流しました。結局チップとか入れると 27.5 ドルになったわけで、 27.5 ドルって今円換算すると4000円やったな。まあでも3品頼んだんで、まあ、3品頼んでそれやったらまあまあまあそんなもんかなって感じよね。250キロぐらい来たかな。うっ、すげえ。交代運転消えちゃった。アリゾナカラーやな、土色。